アフィリエイト広告などにお金をかけたのに、それが集客につながらないと。E メールアドレスを集めたが見込み客が最終的にお客様になってもらえない。商品優れてるのに世の中で価値が分かってもらえない。価値が高いのか安いのか適正価格が分からないっていうことで悩んでるということで、まあ、まず順番でいくと、アフィリエイトにお金をかけたのに集客つながらない。これはですね、もうはっきり言ってあるあるというかですね、アフィリはあまりお勧めしません。特に企業段階のアフィリっていうのは全くお勧めしません。なぜならですね、アフィリエイターはですね、広告主の利益を最優先に考えてないからですね。アフィリエイトをすること、アドレスを集めることによってお金をもらうことに最優先を置いてます。なのではっきり言ったら、どんな嘘とかまやかしとか煽りとかで無理やり登録さえさせてしまえば、見込み客集める、いや、その人にとって報酬になる可能性があるんですね。まあ、それはアフィリエイトの広告の出し方で、まあ、購入につながらなかった場合は、何も発生しませんよって形にすればいいんですけども、やっぱりアフィリエイターっていうのはそういうものにあまり集まりにくくて、やっぱり広告なんか、まあ、メールアド取れただけでお金っていうものばっかり探してるんですね。まあ、現状今はだいぶ減ってきましたけども、けどもやっぱそういう形で出してしまうとですね、アフィリエイターっていうのはあくまでアドレスを登録させるとこまでが仕事なんですよ、彼らのね。っていうか、まあ、っていう考えをしてますので、まあ、結果につながらない、見込みは客が集まっているので、まあ、アフィリエイトを出すのはあまりお勧めしません。できればですね、まあ、やっぱり一番有効なのは、インターネットの広告で有効なのは、まあ、PPC 広告、 Google の広告だったりですね、 Yahoo の広告、まあ、Facebook の広告、この辺がですね、まあ、安定して成果を出せる集客方法になります。で、まあ、見込み客が最終的にお客様になってもらえないということなんですけれども、まあ、これも一緒でですね、まあ、関係ないお客さんを集めている可能性があります。理由はアフィリエイターがそういうところ関係ないからですね。で、まあ、これは別にインターネットの広告でも同じで、重要なことはやっぱり、最終的に自分の売りたい商品を買ってもらえるということなんですよね。ということは、最終的にその商品を買う可能性のある見込み客が集まる集め方、集客の仕方っていうのをしないといけないですので、その辺はですね、まあ、それをやるのに一番効果的にスピードを上げてやっていける、まあ、インターネットの広告はやはり Google の広告だったり Yahoo の広告になってきますので、まあ、その辺をですね、一度検討してみてください。で、最後、まあ、商品は優れているけども価値が分かってもらえないっていうことなんですけれども、ここでポイントなのは、人に、まあ、教育するっていうのはすごく重要なんですけれども、中小企業で教育の過程から商品を売るっていうのは非常に難しいです。なぜなら教育には莫大なお金がかかるからですね。なので、ゼロな市場に1の市場を作るっていうことは、まあ、ランケネディは絶対やったらダメだよと。それは中小の仕事じゃなくて大企業の仕事ですよっていうことですので、もしですね、ゼロから1の市場をもう日本中見て見渡してない場合はですね、まあ、大企業に売り出してもらう、そういった契約をするのももしかしたら一つの手かもしれません。あるいはですね、もう一つの考え方は、すでに価値が分かっている人だけにまずは買ってもらうっていうところをやってください。なので、自分のその商品、あなたの、ご自身の作られている商品の価値を理解している人っていうのがね、どこにいるのかっていうのを探すことからまずスタートしてください。そしてその価値を理解している人たちにいかにしてメッセージを届けるのか、そのメッセージを届けるのに最適なメディアは何なのか、そんな考え方でですね、まず今、価値を分かってもらえないということであればですね、価値をすでに分かっている人に売るっていうこと、そのやり方を考えていくことがまず重要です。で、価格が高いか安いのか適正価格が分からないということなので、そういった場合はですね、競合がどのぐらいの金額で商品を提供しているか、もし競合がない場合はですね、まあ、その同じような結果を提供する商品サービスが、まあ、どれぐらいの金額で、販売しているのかっていうのをですね、競合のリサーチをしてみてください。この辺のことをですね、やっていくと、まあ、どこから解決策になるかわからないですけれども、どこか解決策につながることが見つかる可能性があります。以上です。